宮城県仙台市宮城野区宮城野2丁目11-6、完封負けだし赤字なので終了。バンク参加負けてるチャンスなのに、楽天イーグルスの悪いところを煮詰めたような負け方、何万回この負け方を見たことか。結局あの犠牲フライのみ、おもろいね野球は。今季は4位です。以降消化試合で良いかと、ごめんね。スミーチって負け方も今時珍しい。 CS なんていらない派なので、フランコをクビにして若手を育てようよ。待てよ、ベンチに大地いたよね。フランコに代打大地だったら逆転サヨナラ勝ちだったな。さすが首位と言うべきか。 SB 負けたのに1点が遠い。エラー絡みの1点に泣いた試合。1点なら取ってくれるだろうと犠牲フライに抑えたのに、1点も取れない楽天打線。こういう試合を落としちゃダメなんだよ楽天さん。たくさんチャンスがあったはずなのに1点も取れず、則本の力投も全てが無駄に。クソ試合決定打線が不甲斐ないすぎる。則本かわいそう、お疲れ様でした。大差で勝ち、僅差で負ける。まさに楽天が弱い理由。切り替えて漁ってやるしかないな。則本とワッピーとマスターは頑張った。大事な一戦を落とした。試合もシーズン的にも。浅村と小郷今日なしに来たの。ご視聴ありがとうございました。